ハッピーバレーはアメリカ合衆国オレゴン州クラカマス郡に属するし、2000年度国勢調査による人口は4519人。ハッピーバレーは元々の名称をクリスティラバレーと言い,い、初めてこの地に定住を始めたクリスティアンディアドーフとマティルダディアドーフの名前に由来する土地であった。彼らは1851年にこの地に到着し、 谷間に広がる2.6平方キロメートル土地の権利を主張した。市政は1965年に施行された。その後も長い期間にわたり、小集落として存在していたが、都市下の波が押し寄せてきた1990年後半になると状況は激変した。ハッピーバレーはオレゴン州の中でも、 有数の急成長都市となり、ポートランド州立大学人口研究センターの水産によれば、2005年7月1日での人口は7275人に膨れ上がり、2000年の国勢調査の時点と比べて61%の伸びを見せた。この急激な成長を受けて、アメリカ合衆国有便公社は、ハッピーバレーに97,086という ZIP コードを付与し、 2006年7月1日から有効となった。市政府は市長のロブ・ウィーラーと他4人の市議会議員から構成される。計画委員会もあるほか、公園顧問、都市森林委員会や市交通、治安委員会がある。アメリカ合衆国国政調査局によれば、市の総面積は7.0平方キロメートルで、その全域が陸地である。ポートランド都市圏の内部にあり、 ポートランド、クラカマス、ダマスカス、プレザントバレー、サニーサイドの各地域と隣接する。ハッピーバレーの最高点は、ボーリング溶岩、腹の一部をなすスコット山である。スカウターズ山も顕著な地形を作り出している。2000年の国勢調査では、地の人口は4519人で、1431世帯、1302家族が暮らしていた。 人口密度は1674.2ミニだった。555.7スクエアミの平均密度2500件の住宅が立っている。人種構成は白人87.39%、アジア系8.85%、アフリカン・アメリカン0.77%、先住民0.29%、太平洋諸島系0.15%、 その他の人種0.44%及び根結2.10%である。人口の1.88%はヒスパニック、またはラテン系だった。1431世帯のうち49.0%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、83.4%は夫婦で生活している。4.9%は未婚の女性、または 家フが世帯主であり、9.0%は結婚していない。6.3%は一人以上の独身の居住者が住んでおり、2.2%は65歳以上で独身である。一世帯の平均人数は3.16人であり、結婚している家庭の場合は3.28人である。市の住民は31.4%が18歳未満の未成年、18歳。 以上24歳以下が5.0%、25歳以上44歳以下が30.1%、45歳以上64歳以下が26.7%、および65歳以上が6.8%に、わたっている。中央値年齢は37歳である。女性100人ごとに対して男性は99.2人である。 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は98.2人である。この年の世帯ごとの平均的な収入は93,131ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は95,922ベイドルである。男性は68,125ベイドルに対して、女性は43,667ベイドルの平均的な収入がある。 この地域の一人当たりの収入は36,665ベイドルである。人口の0.6%及び家族の1.2%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の1.2%及び65歳以上の0%は貧困線以下の生活を送っている。ハッピーバレーの教育は北倉がまス公立学区が管轄している。ほぼべての児童。 生徒が、ハッピーバレー小学校、マウントスコット小学校、スプリングマウンテン小学校、サンライズ中学校、ハッピーバレー中学校、クラカマス高等学校へ通学する。ありがとうございます。